コウの匂いだ。一体どこから。思い出していただきたい。前々回大猿を父の仇と狙う久喜兄弟があったことを。大猿に筋違いの恨みを諭されながら、あえて勝負を挑み、ことごとく自滅していったあの4人の兄弟を。一体誰がこの墓を。その頃、サスケには厳しい訓練が課せられていた。少々の術を覚えて、心に隙のできたサスケを見て取った大猿の愛の鞭であった。目の下は先人の谷底である。足を踏み外したならばひとたまりもない。忍者の武器手裏剣は、それを作るのを職業としているものもある。しかし鉛で作る場合は作業も簡単であるために、自分で好きなものを作ることが多いのである。父ちゃんただいま。あまあまあの出来だな。何？誰か狙っているだと？うん、オイラにはそうとしか思えないんだ。気のせいだろ。だってあの綱がそう簡単に。どんな太い綱だって切れるときは切れるものさ。それだけじゃないんだ。それよりサスケ、今日は縄抜けの練習をする日だぞ。いいな。今日は鶴で縛ってある。普通の縄を抜けるようなわけにはいかんぞ。父ちゃん、今日は日が悪いよ。明日にしてよ。たわけたことを言うな。敵はこっちの都合のいい日にばかり襲ってくるわけではない。だってどうも嫌な予感がするんだ。それならさっさとこの鶴縛りから抜けてみろ。冗談じゃない。こんなところ狙われたら一発じゃないか。サスケがぼやくのも当然である。乾燥した鶴が雨で濡れれば固く締まってくるのだ。そうなればサスケの未熟な術では到底抜け出すことはできない。
さっきからサスケを狙うこの少女、実はクキ一族の生き残り、鬼姫なのである。可愛らしい顔、その顔の裏に恐ろしい復讐の炎が燃えていた。サスケ、確保。オン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 ヤー、忍法美人学で。くるぞくるぞ、手回りぞ、行けよ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 、負けるなよ。助け助け、おいだ男さ、名はサスケ。一人のサスケが二人のサスケに三人に乗り、五人十人、オンオンオンヤー、一歩影分身。サスケくるぞ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 、手回りぞ、行けよ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 、負けるなよ。サスケサスケ、おいら男さ、名はサスケ。逃げたな。危ないとこだったけど、今頃狼が群れを組むのはおかしいね。餌が不足しているということもないし、やはり狼を使う奴がいるのだ。足跡なら他の狼と間違えることはないだろう。つけるんだ。縄抜けの練習をわざわざやったのは、敵を誘い出す大猿の罠だったのである。そうか、お前が谷底へ落とされそうになった時から、クキ一族の者の仕業ではないかと思っていたのだが。じゃあまだ仲間がいるのかい。少々いたずらしてみたまでだ。驚いたぞ劉邦氏。さすがは大猿、腕は衰えておらんな。当たり前だ、お前の吹き張りなど子供騙しに過ぎん。お前には勝ち目はない。諸国の情勢は、うん、時至るまで地に伏す。達者でな。そなたも生き延びてくれ。せがれか。そうだ、一
手の頭に立つ人相だ。しっかり仕込んでやれよ。劉邦氏といって伊賀では知られた男だ。時至るまで地に伏すっていうのは何だい。奴は豊臣家の再興を願って諸国の情勢を探り歩いておるのだ。それじゃあ父ちゃんも。いや、わしは徳川の追及を逃れるのでいっぱいだ。今は何も考えてはおらん。強食の世の中だ。より強い者がいることを忘れるな。成仏しろ。娘ではない。お前だな。二人の仲間を殺したのは。仲間だと？その狼さ。この狼がお前の仲間だと。死んでもらう。何だと？仲間を殺した者は死んでもらう。お前がわしを殺すのか。この笛の音が終わるとき、お前は死ぬ。そんなまやかしがこのわしに聞くと思っているのか。よし、小娘とて容赦はせんぞ。ナムコンゴーコンゴーハンサラハンニャーニータカアブラウンケンソワカアブラウンケンソワカアブラウンケンソワカジョゴジョゴジョゴジョゼイゼイ。この恐るべき少女は劉邦氏の吹き張りの射程距離を見事に読んで、決してそれ以内に近寄ろうとしないのであった。しかしそれではこの鬼姫は一体いかなる武器で劉邦氏を倒そうというのか。アブラウンケンソーカーアブラウンケンソーカーアブラウンケンソーカー。あの声は確かにこの辺りから。変だね。屍の匂いだ。これほどの男がやられるとは
相手は。傷らしい傷がない。一体何でやられたのだ。恐ろしい相手だ。おいらを狙ったのと同じやつかい。わからん。父ちゃん、おいらつけてみるよ。その子はどうしたのだ。お母さんを探して旅をしているうちに道に迷ってしまったんだって。父ちゃん、おいらの家に泊めてやろうよ。ね、いいだろう。いいだろう。娘さん、そうしなさい。ありがとうございます。
ないな、サスケ。うん、さて、顔でも洗おうかな。Okay.